とはこちら。ね、昔の動画で。こんにちは、やお。せーの、こんにちは、ももちゃんルームです。今日はももちゃんの机紹介をやっていきたいと思います。前にはゆあがやったんだけどね。うん、初めてじゃん。初めて。うわぁ、前ももちゃんのお部屋紹介だったから、あの前の時で。うん、じゃあやっていきます。あんまりあの、うん、まだ勉強はないので、うん、あのあんまり勉強グッズはないね。まだちょっとね、1年生始まったばっかりなので、ちょっとおもちゃの名残があるかな。そう、おもちゃがありますね。じゃあ行きたいと思います。はい行きたいと思いますって、どこに行くの。じゃあまず、そうだ、ももちゃんに、そうだ、思い出した、言おうと思ったことがあったんだ。ここさ、ランページさんの写真とかに変えれるらしい。そうなんだ。やりたいね。このランドセルはあの毎日使ってるんじゃなくて、うん、なんかよく遊びとかで、あの前の動画でやってたんですけど。そうだ、あの前のさ、もーちゃんがさ、うん、あのランドセル紹介ね、昔の動画でリカちゃんとかやりました。メルちゃんとかの、あのあれだよね、こうちっちゃい子がランドセルに憧れちゃう、ちっちゃい子用に作られているカバンなんだよね。そう、もももね、ランドセルに憧れて見てたよ。1900円とかかなぐらいで買えるのかな。これ前のやつ入ってる。まだ入ってるね。これでよく遊んだんだよね。うん、それが今じゃ本物のランドセルを背負っていくようになりました。はい、これちょっとちっちゃい、成長しました。うん、じゃあ次は、ここは紹介しません、うん、ちょっと汚いね。じゃあまずこっから紹介していきたいと思います。ここ、これね、もーちゃん並べたの、これ。そう、じゃあまずこの3種類紹介しましょう、うん、お、なんでこんなの。じゃあまずこれがマーベルの、うん、あ、これこうやって、うん、消しゴムとか、消しゴムで、うん、こうやってお掃除するんだよ、うん、で、あのここにね、ゴミ入れるんだよ。うん、ここ赤いんだよ、真っ赤っかだよ。真っ赤っかだよ。ユアがね、うん、のマーベル好きだったから、モーちゃんもマーベル好きになった。あ、そうなの。そう、うん、マーベルです、これ。はい、で、これも同じなんですけど、こちらはあのダメ。こちらも一緒の和紙で買ったんですけど、こちらは白いやつで、で、ね、ここはさっきと一緒、うん、こちらはファンの子からもらいました。ファンの方からね、いただきました。順番に使っていこうね。うん、そう、しばらく買わなくていいね。うん、これはね、消しゴムも買わなくて済むね、これ。うん、何これ並べてるんですか。はい、コレクション で、 そうですね。ちょっと見せていきたいと思います、うん、さっきの順番っていうの。こちらが、マーベルの消しゴムですね、うん、岩に色選んでもらった、青と手紫で、こちらがハッピーバニーちゃんからもらった消しゴムです ね、ペンも全部ついてた。そうだね。あとこれは一番最初に筆箱紹介の時に、ああ、そうだ、あの何入ってるピクニックさんで買ったね。そうで、こちらがさっきと同じ場所で買った、うん、そうだね、消しゴム。これも同じ場所。ここにさ、なんかこれ、なんかあれあるよ、 LOL の粘土、砂ついてる。あ、本当だ。これがあった。あ、ボクチン。ボクチン、これボクチンなの。そう、ボクチン。ボクチンの写真かわいいね、これね。そう、飾ってんの。そう、それね、ママにあげようと思った。うん、じゃあ次紹介するね。じゃあこの辺はなんだ、このメモ帳と、こう時計があるね。これほら、ハッピーバニーちゃんがもらいました。もらった、ありがとう。これはペンとかいろいろハサミとか。おお、ユニコーンだ、もーちゃん大好きな。ボールペン大好きね。そう、電話あるよ、電話ほら。あ、そうそうそう、鉛筆削りなんだ。あ、そうだ、これあれだ、なんだっけ、トリックアートで買ったね。そう、トリックアートまた行きたい。行きたいね。で、ここは、はい、あ、ももちゃんの連絡帳とか入ってる。で、ここは、ね、絵本、赤ずきんと、あとラプンツェ。そうだね。あとユアからもらったお財布。ユア、うん、からもらったの。そう。これは何の絵かな。モモって書いたんだ。これはポケモンセンターで買ったポケモンのコインです。そうだね。何これ汚い字。モモちゃん書いた字だ。
そうだね。これをしまってます。これ入れてもらって、うん、じゃあその次が、じゃこっち行こうか。あ、これ何、これ倒れてるけど、あ、これね、ガチャガチャのね、え、あのキャップだね。キャップ、見て、あ、シャカシャカできる。うん、かわいい。ガチャガチャしていきます。できないよ、ここからも落ちてこないよ。で、これもピクニックさんで買ったんですけど、かわいいよね。なんかさ、こっちのいい子、しほちゃん、しほりみちゃんにもらったの。そう、かわいい。なんかさ、あの、うん、見て、これこっちの方が硬いんだけど、こっちの方が柔らかい。うんと、しほりみちゃんからもらったもん。よかった。あ、ほんと柔らかそう。超気持ちいい。うん、見ててよ、見ててよ、うん、治りがこっちの方が早いんだよ。治りが早いなんて知ってるの、うん、お、ほんとだ。こっちが柔らかいんだ。そう。え、ここは、あ、じゃあこれ紹介しないと。どれどれ、なんか入ってんのこれ。これ、うん、あ、ピクニックちゃん、ごめん。ピクニックちゃんっていうの、あら、あ、鍵じゃないの。だ、どこ開けんの。これ何入ってると思う、もう。なになに、めっちゃ変わってんの。あら、あ、ちょっと、あらら、らちょっと秘密のものじゃないの。これ、これ専用。いつきくんとカズマくん入ってるよ。そう、あ、プリレジェのカードもここに入ってるんだ。あとこれ本。うわー、こんなとこに入れてたの。そう、あとこれなんだろう、これもういらないけど、ね、説明しようかな、机のね。何、ね、これなんで鍵閉める必要があるんですか。え、これあの、ま、あのママたちにあの、うん、秘密だったから、もしここに何らのものが秘密なのかなってあの言われたとき、鍵はどこにあるんだって思ったときに、うん、あのママにあの取られない。あー、それね。じゃあ次、ここ、ここは、あ、まずほら、かわいいね、ここモニターの引き出しは。お姫様みたいじゃない。あ、じゃあその後ここね、うん、まず、じゃあ開けて、 こちらはあのさっき入ってた DVD を見る、うん、見るやつのね。あとこれはあの100均で買った、これあの今度おままごとの時に使うの、看板。ああ、看板で使うのね、かわいい。あとこちらが、うわ、まだ少ないね。なんだよ、これ、目合わせカード、これ結構やるんだよね。そう、あとこれは100均で買ったんだよね、結構すごい使う。あと鉛筆と、うん、大好きな、あとこれ鉛筆だ、ロリペッツ。これが古かったからあの、うん、ここに入れといて。なんか違うんだよ、不良品だったんだって。そう、ユニコーンちゃんと虹色ちゃんです、うん、で次の段が、うわ、いっぱい入ってる。まずここはいろいろ小さいもの、宝石で、あの宝石がある入ってるといい子、あのよく綺麗に見えるんだって。うんと、こちらはうん、あのメモ帳、プリキュアのだね。みんなにあのあげるやつなんだけど、うん、もうももちゃんこれあげるんじゃなくて、普通にさ、うん、あのママとして使ってる。ママにお手紙くれるんだよね。うん、前にあげたじゃん。くれたね。あ、それはもうももちゃんが小さい頃から、もうこれ岩が小さい時からあるんだよ。そう。なぜかね、電池が切れないんだよね。すごいね。いろいろ。これ岩がついてる時からあります、うん、なぜか電池が切れないし、何の人とも気に入っていくよ、うん、岩ってね、人狼ゲーム見てた。誰の、え、ボンボン。あ、そうなの。じゃあ次はこれババからもらった、ちょっと汚いんだけど、すごいペンのセットだね、うん、もちゃんお絵かき大好きだからね。そう、いろいろ入ってるね。あとこれがリーメントについてたミニチュアだね。みんな歪んでるね。これすごいね。なんか顔変。顔変？でも次の段はね、うん、ないんです。なんかなし。なになに？あら、これ、これだけ？そう。そう。まずこれが、プリキュアのやつですね。これ超使ってる。あ、そうだね。これ超使ってるよ。メロディーソードだっけ？うん、そう。これが、はあ、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、みんなでじゃんけん。これがファントミラージュのステッキ。これね、これ倒せるんだよ。あと指輪もついてました。おー、その次超すごいからね、やばい入ってる。ほんと？
あら、なにこれ、お金入ってんじゃない？でもさ、これ出した方がさ、うん、見えるよね、うんうん、まず、こちらがママから、ママから借りた、うん、いろいろここで書けるよ、ね、これだからなかったんだ、これ探してた。これはペンで、うん、これと一緒、うん、これと、これも100均に売ってました。これかわいいよね。めっちゃかわいいね。でね、これさ、これしほりみちゃんからもらったんですけど、うん、10万人のうん、ね、やつでね、これいちごのいい香りです。ね、あ、いい香り。あ、でもな、チョコの方がいい匂いみたい。そうだね。そう、あ、うまい。チョコなの？ほんとだ、おいしい、ね、おいしい。あ、ついた。うん、え、超いい香り。これここかわいいコーナーだね。あら、それさ、さっきのとこ入れた方がいいかもよ、鉛筆コーナー。いいの、いいの。これは、余っちゃったペンです。余っちゃったね。そう、うん、あと、こちらが海苔。これよく使うよ。かわいいよね。こんなこと持ってる。まあいいや、まあいいわ、まあいいわ、まあいいわ。これ何？これは、リップみたいに見えて、うん、なんだっけ、なんだっけ、ふなんだっけ、ふせ、ふせんですね。おあのさ、ももちゃん最初リップと思ってもらったんだけどさ、そうだったの、だったの。かわいい。これは入れといただけなんだけど、ペンね。うん、で、こちらお財布です。お金入ってない。うーん、じゃあすごいの入ってね。金持ち。うん、次がこちら。すごい、これね、岩がちゃんにこれ飛んでる。うん、見て、かわいくない？気に入ってるの？そう、これもさっきのやつと同じ場所で買ったんですけど、うん、超かわいいでしょ、これ。かわいい。まだ使ってない。お絵かきするため、お絵かきに、うん、で、これがマックの時にもらった本ですね、うん、大事にするよね、おもちゃ、おまけとかもね。で、こちらはファンの方からもらった。これすごい使ってるよね。そうで、入ってるのはまずこれ。あ、ミルキー、ミルキーのペン。これなんかないのちゃんも持ってるってね、みんな教えてくれた。そうなの、うん、確かに動画でやってた。こっちもあるよ。あ、こっちでない。で、次がこれ、ちっちゃい。これかわいいよね。そう、昔からあるね。テープテープテープ。で、あとこれはこれから出した。うん、透明の。これ何、この紙は。普通の紙？この紙ね、なんかね、なんか図工なんだけど、何かを作ろうと思って。で、これはリップが可愛くって、これ手帳ね、100円で買ったのね。そう、で、これはママの時に一緒に練習したお財布みたい。うん、大事にしてるね。うん、ね、あ、本当だ。そうだね。これももちゃん描いたユニコーンだ。上手になったね。あ、これね、自信作。自信作、そんな言葉覚えたの？花丸の人。うん？花丸人間、これ。そう、花丸。へー、すごい。こちら。あ、ユアが描いたやつだ。ルイブライユだ。すごいよね。上手いわね。こちらが、あの時だ。なんだっけ。3色で色ができる。あーね。これいらっしゃいませだって、何これ。いらっしゃいませ、うん、こちらがこちらがトリックアートの時に本だね、もらった本。ほら、すごいよね。ももちゃんがね、やつね、これなんだ。やりたいやつあるの？そう、これ。これももちゃんやりたいの？これ。へえ。ももちゃんが一番やりたいやつはこちらです。これやりたいんだ。そう、これ、本当に落ちてるみたいで。あ、本当だ、すごい。あ、行きたいね、またね。これどこのトリックアートかわかんない、ね。これは何かな？あ、そりゃ。あ、なんか書いてある。ローマ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 。あれでも、ももちゃん、マロ。マロか。マロ。マシュマロ。
そう。そして爪楊枝が2本です。次回はももちゃんの部屋紹介をするよ。お楽しみに。お楽しみに。バイバイ。1年生頑張ろうね。また明日も学校ね。頑張れば。不安だけど頑張ってんだよね。